さあ、今日はですね、渋谷は宮益坂にやってきておりまして、今回はですね、食通仲間からとあるお店が美味しいということで、こちらにやってきております。ヘイメル宮益さんにやってきました。シャルキュトリーというですね、フランスでは結構有名な、パテとかハムとかソーセージとか、まあ、そういったものをパンと一緒に食べる、まあ、料理があるんですけれども、こちらですね、シャルキュトリー盛り合わせですね。まあ、こういったね、こう酒のつまみにも合うような、まあ、美味しい料理がいただけるという感じのね、お店になってるんですけれども、まあ、なかなかね、ワッキー TV ではね、こういうちょっと大人な料理というか、まあ、そういったね、ご紹介はあんまり数は多くなかったんで、それでは食べていきたいと思います。今あの店内入ってきたんですけども、大人な雰囲気ですよね。で、後ろにですね、ワインで去年から見えてないんだけど、シャルキュトリーというね、多分ね、聞いたことない方多いと思うんですけど、まあ、ハム、パテ、リエットっていう、まあ、豚肉の加工品を、まあ、パンと一緒に食べて、でお酒も楽しむと、まあ、そういった感じのですね、まあ、専門店になるんですね。アルコールめっちゃこだわってて、まずビールだけでね、こんだけ種類がありまして、ベルギーのビールが結構主に取り揃えてるんですけど、あとあの今流行りのクラフトビールですね。それでね、ワインの種類がめちゃくちゃ多くて、ロゼとあとスパークリングで、あとこっからがね、もう赤と白でいろいろあるんですけども、品種とかでもね、もうカテゴライズされてて、ワイン好きでワクチー TV 見てる方がいたら、ちょっとこちらの宮益さん、あの幼稚からね、今日ね、ちょっとワインとね、まあ、アルコール飲みたいんですけど、まだ仕事がね、終わってないんで、ね、ちょっとね、まあ、毎度なんですけどね、まあ、あのワイン好き、あの、まあ、アルコール好きの方は、実際にお店に来てください。で、僕はね、今日はね、ノンアルコールビールで、ちょっと変わったビールがありまして、ビットブルか、ノンアルコールビールです。辛みが全然ないですね。これがクリアで飲みやすくて、ノンアルなんてね。宮益さんの看板商品、シャルキュトリーの盛り合わせ、めちゃくちゃうまそうじゃないですかこれ。このね、シャリュキトリーの盛り合わせ、これで1880円なので、まあ、これ1個頼んで、まあ、2、3人で基本的にはまあいいんじゃないかなと思いますけどね。食べたいものから食べたい派なんで、まあ、多分ね、これ順番があると思うんですけど、詳しくないので、こういう時はね、もう店員さんに聞いた方が早いんで、店員さんに聞きたいと思います。豚の頬や下のお肉を使ったハム、あとこちらがグランメールっていう鶏のレバーを使ったパテになっております。で、ね、こちらが、ジャンボンブランという豚のもも肉を使ったハム、でバゲットに乗っておりますのがリエットという豚肉ラードと一緒に煮込んだものでございます。あとこちらがリオという豚バラ肉って呼んでコンフィにしたもので、油で煮込むみたいな感じです。で、こちらがニンニクを使った冷製のソーセージ、アライユでございますね。で、こちらが、シンプルなポテトカンパーニュで豚肉を使ったパテでございます。よく見るとね、粗挽きマスタードが塗られてるんですよね。はい、いただきます。次男が、
豚肉のね、赤身と脂のバランスとね、なんかいろんな薬味が入ってるんで、食感も味わえて、そんなに良くないんで、これは完全にお酒と合うなっていう。今食べたのが、お肉の場所になるんですけどね。続いてはね、これですね。これちょっと気になるんですよね。うわ、これすごいご飯食べたくなりますね。あの味がないから深いやつが美味しいです。オリーブオイルが振られてるんで、これもなんかまたいいですね。生のハンバーグ食べてるって、すごくね、甘みが出てくるんですよ。ただご飯ないんで、まあちょっと次はね、ご飯に代わるものじゃないんですけど、これバケットの上に乗ってるのがリエットっていうね、豚肉を細かく、まあ、刻んで煮込んだものらしいです。一品一品全部うますぎて、毎日これ食べてたら舌超えますよ。そしてね、まだね、他にもね、種類はあるんですけれども、これやってきちゃいました。極大ソーセージ、ブータンノワールは、見た目ね、新鮮な血液が入手できないと作れないという、かなり希少なソーセージというか、なので、日によっては、まあ、お店になかったりとか、あっても2、3本しかないとか、かなり貴重なソーセージなので、なかなかなかったり、売り切れてる日が多いらしいんですけども、今日はあるみたいなので、ちょっとせっかくですから、食べてみました。ちょっとね、どんな味がするのかね、いただいてみます。うまいな、これすごい濃厚ですね。でお肉感ないかなと思ったんですけど、かなり肉肉しいですね、これ味わいは。食感は柔らかいんで、ちょっとまあ表面プニッとしてるというか、豚の、まあ、血液というかを使ってるって思うと、っていう風に思う日本人の人は多いと思うんですけど、ね、海外とかではこれ当たり前ですからね、結構血を使った料理が多いですから。だからね、生クリームもちょっと使ってるみたいなんで、まろやかというか、まあ、ソーセージなんだけども、なんかソーセージでないような見に行ってる側からすると、試合を見に行ってる人とかは、これね、フォアグラみたいです。これはね、リンゴと芋のタルトですよ。黒岩か。あ、このマッシュポテトかな。これがね、この中に甘みがあって、ね、シナモン振られてるんで、なんかここだけスイーツっていう感じですね。肉の旨味と、あと丸中さと、あとこのスイーツな感じ、一皿でこれがね、味わえるっていうのはね、なかなかいいですね。豚バラのこれラーメンに入ってたら麺2つすりいきますよ。宮松さんで、まあ、僕なりの食べ方というか、このね、シャルキュトリーの盛り合わせと一緒にこのパンの盛り合わせ、これはね、セットで頼まれた方が僕はいいかなと思いましたね。お肉を味わいながらバケットもめちゃくちゃ美味しいんで、この組み合わせは僕結構おすすめですね。新肉が入ってます。これはガツンとニンニクが効いてて、これってまた食欲が来ますね。これマスタードが効いてるんで、マスタードが効いてる。
このマスタード結構酸味が強いですね。さあ今回はですねワッキー TV の今までの食レポとはちょっと一味違ったシャルキュトリーというね、まあ、専門店お店の、まあ、ご紹介だったんですけれども、お酒に合うっていうのがコンセプトなの でワイン好きの方、あとそれからクラフトビールとかベルギービールとあとドイツビールも、あるんですけど、渋谷の、宮益坂来れる方はですね、こちらのヘーメル宮益さん、ぜひ食べに来てみてはいかがでしょうか。以上、ワッキーでした。ワイン飲んでなくてすいません。